時代劇、水戸黄門で三代目水戸光圀役を演じ人気を博した俳優の佐野浅夫さんが亡くなりました。所属事務所によりますと、佐野浅夫さんは6月28日、老衰のため亡くなりました。96歳でした。佐野さんは1925年横浜市生まれで、18歳で劇団苦楽座に入団し、同じ年に舞台、オルレアンの処女で初主演を務めました。その後、数多くの映画やドラマに出演し、1993年から2000年まで勤めた、水戸黄門の三代目水戸光圀役では、庶民的で慈悲深い黄門様として親しまれ、自身の代表作となりました。声優や童話作家などとしても活躍し、1996年には勲四等瑞宝章を受章しました。家族のみで密葬を済ませたということです。ネットの声。歴代黄門様は悪役ができる役者さんほど存在感も重厚さもあったように思いますが、佐野黄門様も同様に素晴らしかった。歴代水戸黄門の中でも一番デフォルメされてて、ザ、完全超悪で演技演出だったですね。佐野さんの、懲らしめてやりなさい、が声が裏返って一番派手でした。時代劇だけじゃなく現代の家庭ドラマにもよく出てらっしゃった記憶がある。優しい笑顔が素敵でした。天国で当の栄治郎さんと酒を酌み交わしてるでしょうね。ご冥福をお祈りします。